んばんは。こんばんは。めちゃくちゃ暑くないですか？なんかさ、結構前からパジャマ家におるときは上は半袖で、下はあの冬と同じモコモコの長ズボン履いとったんじゃけど、今日今も履いとってめっちゃ暑い。ほんまに暑い。なんかベッドの装備も夏のままなんですよ。あ、夏じゃない、冬のままなんですよ。でも遠征前までは全然暑くなかったんやけど、遠征前まではなんなら上も T シャツの上にモコモコのジェラピケのパーカー着て寝とったんやけど、なんか帰ってきたら暑いです。うん、誰だ、西尾さん、築城ありがとうございます。ありがとう西尾さん、お城をありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。今日はね、アニメイトさんのコラボも抽選サイン会がありました。ありがとうございました。来てくださった皆さんありがとうございました。ありがとうございました。なんかさ、めっちゃ最近もうお話し会がさ、10枚目のが終わってからツアーとかで顔を見ることはあっても、1対1で直接話すのがね、めっちゃ久々だったけん嬉しかった。ありがとうございました。感謝。なんかほんまにいろんな方が来てくださって嬉しかったし、明日も行くよとか、このあと広島行くみたいな人がいっぱい来てくれとって、ありがとうなありがとうなという気持ちになりました。本当にありがとうございます。いよいよセーター祭ね。なんかさ、ほんまにあの実感がないですね。本当にびっくりなもんでこれまたびっくりなもんで、明日が生誕祭という実感がないですね。でもとっても楽しみです。とっても楽しみじゃけど、そう、なんか明日って感じがせん、ドキドキです。嬉しいです、みんなね、本当に感謝です、来てくれる。
配信もねあるけん見てください。Tシャツもしわたりしてます。そう、明日はあの車のね、私の22歳の生誕 T シャツを、まあ皆さんマストですかね。そう、来てくれてたら嬉しいですね。その場所で販売もあるので、ぜひ。一応持ってきました。一応とは一応とは必須ですよ。皆さん楽しみですな。楽しみ。なんかさ、ここがかゆい、急に。買ってもうおるん。いや、蚊じゃない。なんかこれは蚊じゃない、いつものやつ。買っておるん、もうおるか。あ、見たわ。なんか TikTok じゃないわ、 Twitter で今年の蚊はなんか多い、強い、死なないみたいな、なんかめっちゃバズっとって、そう、ほんまかいなと思って、そう覚えとるわ。死なんくはないか、なんか結構丈夫、体が。センキューありがとうございました。うん、皆様ありがとうございました。会いましょう。なんか私普通はさ、ありがとうございましたっていう、ありがとうございました、ありがとうございました、11文字じゃないですか。こういうのをいかに短い文字数で言えるかっていうのを結構人生の中で重要視してて、それもなんかあんまりバレんように、例えばなんかお見送りとかの時にありがとうとかみんな言うじゃないですか、メンバーが、ファンの方に。私はガトーガトーって言ってます。ガタガタ、あとあとあととか、ガタとかあととか、それで南はずっと隣におったけ、南はずっと聞いてるわけですよ、私の短縮された挨拶を。じゃ、南からはよくなんか笑われてました。でも他の人にはあんまり全然言われたことない。なんかかしこまったところのありがとうございます、かしこまったところというか、なんかスタッフさんとかがエレベーターを開けるボタンを押すところにおってくださったら、なんかございます、ございます、
ございます。そう、そう、敬語の時はございます。そう、なんかなんでだろう、なんか短縮したくなるんですよね。おはようございますわ。でもこれはなんかみんな言ってそうじゃけど、ございます、ございます、これですな。でももうちょっとちゃんとするときは、おはようございます、をなくす。おはようございます、おはようございます、あ、ござ、ん？おとごをなくしてるね。おはようございます、そう、これライフハックライフハックです。よろしくお願いしますわ。わあ、返します、返します。これはあの一人で言う時とかはちゃんと言いますけど、そう、でも16人とかで言うときは返しますって。でもちゃんと大きい、私はもう本当に大きい声で挨拶をしたくてそう、バスの中とかでもお願いしますとかも、あとはあのツアーのさ、一番最後に、ツアーとか公演の一番最後にマイク通さず挨拶するところあるじゃないですか、みんなで手をつないで。あそこも自分が一番大きい声出そうと思って言ってる。そう、だから注目してみてください、うん、そう、でも退職した。そう、なんかなんでなんでしょうねそう、でも明日はちゃんと言うかな。なんか打ち明けたばっかりじゃけえさ、みんなからなんか、あ、こうやって略してるんだとか、あ、こうやってなんかやってるんだって思われそうやけど、そう、やばい。だって明日の昼公演じゃけ、ほんまに数時間後。わお、わお、わお、皆さんよろしくお願いしますね。私の22歳の生誕祭という、人生で一度しかない公演となっております自分でなんか上げてくスタイル皆さんとっても楽しみましょう。そう、こればっかりはもう最初で最後の生誕祭なので、配信でね見てくださる方も画面越しでいっぱいお祝いしててください。はい、確かに公演久しぶりじゃ、めっちゃなんかツアーがねずっとあったけ、公演ほんまに久々、ひなちゃんの卒業公演以来ですね。
キドキですわ。ドキドキですわ。池袋人多くないですか？びっくりしたんですけど、池袋って人多いですね。なんか今日空き時間があったけ、まいちゃんとご飯食べに行ったんですよ。そしたらなんか嘘みたいに人が多くて、本当に信じられないぐらい人が多くて、なんかあの広場みたいなところに、普通の広場にいる人数の5倍ぐらい人がいて、池袋は人が多いなと思いましたね。そう、この前まいちゃんとコンビニ行ってたら、帰りの道端でもう全然なんか何栄えてるところとかじゃない道路沿いの普通の道に、普通の道に普通の道にネズミがいて、なりました。ネズミがいるんだけどってなってそう、広島でね見たことないの、野生のネズミ、野生のネズミを見たことなくて、でネズミがなんか一匹なんか道路と道の間に草みたいな、ちっちゃい木みたいな、何なんかモフモフモフみたいなちっちゃい木、あの枝がない木がいっぱいあったんですけど、そこからネズミがささって出てきて、はぁってなりました。マジで衝撃的すぎて、あ、そう、植え込みや、ネズミってなりましたびっくりした。野生のネズミでかない、え、ほんまにめっちゃ大きかった、すごいね。そう、ディズニーのさ、なんかあるじゃん、ネズミのレストランみたいな、こういう感じなんかなって思いました。あ、そうじゃ、レミのレストランみたいなやつ、レミの美味しいレストラン、そりゃ見たことないけど見てみたくなりましたね。皆さん、ジブリで一番好きな映画なんですか？
ルラピュタ、千と千尋、ラピュタ、千と千尋、ナウシカ。え、なんかこのね話を昨日まえちゃんとしとって、まえちゃんに聞かれて、私は千と千尋の神隠しが一番好きなんですよ。まえちゃんはなんて言ったっけ、ナウシカかな。え、バルスっていうのはどっちですか。バルスはラピュタですか。あ、じゃあまえちゃんが好きなのはナウシカだどういう覚え方って感じなんですけど、まえちゃんはナウシカが好きって言っとって、でも私そのラピュタをちゃんと見たことがないんですよ。そう、ラピュタとナウシカをちゃんと見たことがなくて、でそれってどうなんだろうって思ったんですよね。なんかそれって自分なんかどうなん、それってどうなのと思って我ながら。でもバルスはなんかさ、金曜ロードショーとかでラピュタをやっとる時にもうバルスばっかりになるけ、ツイッターが覚えたんですけど、かまいたちさんのネタにあるね。嘘知らん、それはほんまに、ほんまに知らん、それはでも見たいなってめっちゃ思いました。じゃあみんな金曜ロードショーがでね、ラピュタかバルスが、バルスじゃないわラピュタかナウシカをやってる時は教えてください。地球が回る、それどっち。私それ合唱コンでその歌歌いました、小1、あ小1じゃないや中1の時さっきから頭が回っとるようで回ってない。これラピュタか。じゃあ私ラピュタ見んといけんやん、やっぱり。魔女の宅急便は見たことあるんだっけ。魔女の宅急便はもうね超見たことあります。見たことあるやつは何回も見たことあるんですよ。魔女の宅急便、千と千尋の神隠し、トトロ、アリエッティ、ポニョ、もののけ姫もあります。紅の豚はない。この辺はいっぱい見てます。アリエッティを何回も見てるんや。アリエッティはうん見とると思う。映画館にも行きました、家族で。ポニョとアリエッティは映画見に行った。アリエッティもかなり好き。あ、ハール、ハールも好きですよ。ハールはいいですね。あ、猫の恩返しも見たことありますよ。そう、最新作の君たちはどう生きるかは、それあれですよね、あの鳥のポスターのやつですよね多分。それは見たことないですね。ポニョもかなり好きです。でも難しい。千と千尋、千と千尋とハウルとポニョとアリエッティがかなり好き。
でもなんかラピュタめっちゃ見たくなりましたね。世代的にそうなるよね。え、世代とかある？あるか。私はポニョアリエッティ世代ですね、多分。そのオンタイムで撮ったやつで言うと、立ち止まる。初めて見たジブリ映画は、分からんけど、トトロとかかな、記憶にないけど児童館で見た気がする。それより前に見とったんかな、覚えてない。ね、いとこと、あのトトロの歌歌いながら歩いてましたよ。王道のルートをたどってた、子供の時から。めっちゃ覚えてる、いとことトトロの歌歌いながら散歩しよったの。今日はもうコンタクト外してるっぽいね。正解。今日も配信するけコンタクトつけて広島まで帰ってきたのに、そうご飯食べた後になんか目がゴロゴロして撮っちゃいました。マジで毎回配信までコンタクトつけときたいと思って頑張って帰ってくるんやけど、マジ配信のギリギリに撮る。バカ。え、そう、あのさ、まあ57分ほんまじゃ、話したいことがあったのに、まあいいや。それではランキングを読んでいきたいと思います。20位ラーラーさん、19位ヌルディンさん、18位ユリアピースさん、17位チャイコさん、16位永井さん、15位ビンゴの海賊さん、14位ルディエカさん、13位ダンシンモンキーさん、12位ヒロロンさん、11位キョンシーさん、10位おいでます元気さん、9位ブルーさん、8位マニアさん、7位20世紀ともちゃんさん、ラッキーセブン。6位グリオティーヌさん、5位ケイセキさん、4位ツリケンさん、3位岡山オレンジさん、スイスイ。2位東京のスワンさん、ツーツー。そしてそして第1位はビャーヒュン、西尾さん、イエーイ、イエ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 イ、ありがとうございます。あ、ちゃんと言った、ありがとうございます感謝の極みです、イエイ、ありがとう、ありがとうございます。築城もお城を見させていただきましてありがとうございましたそう、一人の時はねちゃんと言う癖がついたんかも。
皆さんありがとうございました。今日はアニメイトさんのサイン会と配信と感謝ナムナム。明日は生誕祭があります。パフパフ。あ、言いたいことは全然大したことじゃないんですけど、メールでも送った広島にユニクロの1店舗目が、あ、ん？ユニクロの1店舗目が広島っていうのがさっき知ってびっくりして、それを語りたかったそう、まあ後日明日語りましょう明日語ることはそれ。びっくりしました。私マジで世界かと思ってたんですよ。世界かと思ってたら日本だし、そうびっくり、マジで超